アプリラジオクラウド、お使いのスマートフォンにアプリをインストールしてお楽しみください。0時です。空気階段の踊り場。こんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。空気階段の踊り場第305回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。よろしくお願いします。お願いします、皆さん、今週先週か、はい、放送された水曜日のダウンタウンの相方釘付け喫煙所チャレンジはご覧になりましたでしょうか。皆さんね、はい、あのこの間の水曜日のダウンタウンに我々出させていただきまして、はい、まあ、その相方が、食いつきそうな話題を、喫煙所内にいるエキストラの人に話してもらって、何本タバコを吸うか、どれだけの時間喫煙所にいるかを競うっていう、まあ、企画で、はい、我々出させていただきまして、で、まあ、もぐらがターゲットでね、はい、その相方を釘付けにする話題っていうのが、日本には男の欲望、もうギャンブルとか、お酒とかタバコとか、そういう男の欲望が全て詰まった煩悩島っていう島が存在すると、でちょっとプレイオープン中でその島が、そこに3人そのエキストラの社長が連れて行けるっていう、話題をしてもらって、多分放送ではだいぶつままれてたんですよ。結局もぐらが、1時間18分喫煙所にいて、タバコ11本吸ったんで、まあ、放送上全部流すことはもちろんできないんで、結構いろいろカットされてたんですけど、いやあれはね、ちょっともう勘弁してよっていう、その一個あって、まあ、反響もね結構いただいて、その面白かったとか言ってもらったんですけど、一個ね、その、いやこれ違法賭博しようとしてんじゃねえかみたいな、ちょっとそれだけはちょっと違うからっていう。違法賭博に、いやいやいや、それだけは勘弁してよっていう、すんなり乗っかっちゃったから、いやいやいや、それだけはちょっと違うよっていうのを俺言わせてほしいんだよね。確かにその島に行こうとしましたよ私は、でいろんなものでねギャンブルを行こうとしました。なんかその、一応設定でねテレビ番組で賭博ができるみたいな設定だったんで、それでもなんかネプリーグでね賭博やりたいとか言って言いましたけど、一応そのあの島っていうのは、もう全部合法でそれをやってるっていう、そんなわけない。いやいや、でもそういうそれ前提だから、だから違法賭博をやろうとしたわけじゃないっていうのだけはちょっとこれね皆さんにあの分かっていただきたいです。メール届いてます。はい、もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。こんばんは。煩悩島の放送最高でした。最後に煩悩島行きの約束を取り付けるもぐらさんの行動力には腹がよじれるほど笑いました。一点だけ老婆心ながら心配なのですが、あれだけホイホイと騙される様子が放送されると、今後もぐらさんのもとに怪しい詐欺の誘いが殺到しそうな気がしてなりません、もぐらさん煩悩島はありませんよ。そんなうまい話はありません。どうかお気をつけくださいね。ラジオネーム猫を愛する主婦より。いやだからそれはだから詐欺とかわかるじゃん。その合法じゃないんだからさ、あれはもう合法だっていうその前提であの人が合法だって言ってても合法なわけないじゃん。いやだってあれオンエアね、これあれ、あの政治家のこととか流れてないですよね。だって、政治家とかも来てたって言ってたんだもう政治家もめっちゃいてえみたいな、まあ、そうですね。一応信用させるために僕も言いましたそれ、あの政治家の人とかもでしょ、はい、政治家もいてさ、ててそうで、でたけしさんも来ててみたいなね、言いました、あったじゃないですか、たけしさんが来てて、で一緒に所さんもいて、でなんかそれこそなんだっけな、確かネプリーグとかで、そのかけててみたいな、それもね俺がまだタバコ吸ってて横から聞こえてきてただけだけど、あの社長の人がさ、いやかけててさつって、やっぱり俺たけしさんすげえなと思ってつって、もう3000万買ったからね、であの若い人がさ
所さん何してたんですかとか言って、うん、いやだから所さんもさ竹下行くんだって俺も行きますよっつってマジうまいんだよな二人で3000、3000で6000だぜとか言ってすげえよなとか言っていやいやいやで政治家も来ててさ、うん、それはだって合法ありきで私言ってますからね。それはもう違法だったら絶対行ってないですよ。政治家が行ってる違法なお店だよ。合法で行ける島があるけどまだプレオープン中だから、うん、後でオープンするんだけども、うん、まだ行けないっていう話だったの、うんね、でみんなが行けるようになるまでは、うん、そのどれだけの時間がかかるかはわからないみたいな、うん、しかもなんていうの、人の紹介がないと絶対に行けなくて、そう紹介制だから紹介されて島に行った人がまた3人だけ紹介できると、うん、紹介枠があるで、あの社長が3人紹介枠持ってると、うん、ね、うん、でだからお前行きたくねえのかよみたいなのを部下の人に 言っててさ、うん、で部下の人が自分はいや行きたいですけどねみたいなこと言ったらその社長がいや遅えよみたいな、うん、もう何事もスピードが大事なんだよ、うん、もうお前今のでもうお前ねえわみたいなことさ正午過ぎに横で言ってさ、うん、でそれでさ社長がさ、うん、まあその下の子が社長に、うん、その誰行くんですかって、うん、いや誰ってまあ別だから俺は別に本当にもう島を楽しんでくれる人と一緒に行ってるだけだからさ、うん、まあ今考えてるのは、うん、高志でしょとか言って、うん、であとトレンディエンジェルの高志とあとあれ言うじゃんほらあの岡野あいつ、うん、あと小地春かなとか言って小地春も放送はカットされてましたけど最初その高橋さんと岡野さんと小地春で行くってなってそうそうでもぐらは小地春のところに取って変わろうとしてそうそうで俺はそれでそれで俺もう行ったのよ。もうこれは行くしかないと思って、うん、すいませんあの小地春連れてくんだったら俺連れてってもらわないですかってそうそうさあ話しかけに行っちゃうじゃん。あれがたまたまテレビだったからよかったものの、ね、テレビじゃなかったらテレビじゃなくても合法だったらやりますよ、ね、いやダメだよあれもう判断してくれいやいや違法だったらやんないですけど私はどう見てもあんな違法だったらね、まあ、まだね見られてないからまだ見れますもん、ね、まだ TVer で、はい、TVer で見れると思いますので、はい、見れると思いますので、はい、ぜひとも見てみてくださいよろしくお願いします、はい、あとあの先日あのサンデープッシュで、うん、あの我々卓球のね、あの水谷隼選手とね、はい、共演させてもらったじゃないですか。日テレのスポーツ番組サンデープッシュね、麒麟の川島さんが MC やられている。そうなんです、はい、出させてもらってね。そこで、水谷選手と卓球対決させてもらいました。はい、そうなんですよ。で、もう俺なんてさ、もう卓球少年だったから、本当に。うん、まあ、中学校卓球部ですよね。そう。もう夜中いても立ってみてなくても、うん、前日？いや、だから当時ね。当時少年の頃、うん、いても立ってもいらんなくてもう団地のドアバーンって開けてもう駐車場で素振りとかしてたからそんな時代があったの。そうよ、ちっちゃいさブランコと滑り台しかねえさ、うん、公園もどきみたいなのが団地の中にあってさ、うん、下砂利でさ、うん、そこまでさバーンって走ってって、うん、つってそんな燃えてたと。そうですよ、中学の時。だから本当にもうそんなね、うん、水谷選手とご一緒できるっていうのでもう本当にすごい嬉しいわけですよ。まあそれはね、僕ですら水谷選手ってなったらもうスーパーヒーローですけど、もう卓球経験者からしたらもうね、うん、神のような存在でしょ。神です、うん、本当に、うん、だからその神とねもう一緒になるっていうので、うん、まあ、緊張もするし、うん、また、まあ、ワクワクもするしね、うん、うん、嬉しいし、っていう、はい、いろんな感情がこう、あった中で、うん、で、その企画としてね、うん、卓球対決をやるっていうのは、あったじゃないですか、はい。で、水谷選手と一球勝負。水谷選手のサーブを打ち返せるかっていう。打ち返せるかっていうね。うん、で、だからその、水谷選手と卓球を、まあ、企画とはいえ、卓球一球とはいえやるっていうのが、うん、あったから、うん、そういうのでもちょっとこう緊張もしてたわけよ、うん、ただその緊張感とは別に、うん、すごい憧れの存在でもあるけど、うん、
なんていうの、オールスター感謝祭でね、前回の、はい、オールスター感謝祭どんぐらい、2-3ヶ月前とかですか、2-3ヶ月前、秋だからこの間の、そうですね、それぐらい前の、3ヶ月前ぐらいにあったじゃないですか、はい、その時我々出させていただいて、うん、でオールスター感謝祭でね、うん、水谷選手が、うん、まあ一応そのハンデみたいなのはあったんですけど、うん、ハンデあった中とはいえ、うん、本田翼さんからね、うん、1点取られたんですよ。そう、サーブ打ち返されたんですよね、本田翼さんに、はい、うん、で俺どうしてもあれが、うん、許せなくて、うん、それでも水谷選手っていうのは、うん、もう本当にあの金メダル取った方ですから、はい、中国の選手を倒して、はい、ね、もうそれこそ本当に今はね、うん、もう社会現象になってるスラムダンクで言ったら、うん、中国は、うん、山王工業の10倍強いです、うん、もう相手になりません。なんで今話題になってるスラムダンクで言ったの、まあ、そうすれば皆さんが分かりやすくね、うんうん、あのあそんなに強いんだって思っていただけるかなと思いまして、山王の10倍強い中国を、山王工業の10倍強い中国を倒して金メダリストになった方ですよ、うん、で世界ランキングもねシングルスで、うん、4位まで、うん、あの方行ってますから世界で、うん、はい、すごいじゃない、もうベスト4まで入ってるんだからね、赤木春道やねんよ、だから赤木春道ってにわかがよ本当によ桜木花道ってこと、そうだよ、桜木モディア、桜木っていうかもうだからもうすごい 超スーパースターですよ、うん、もうね、でその水谷選手が、うん、ハンデがあったとはいえ、うん、本田翼さんに1点取られたと俺は結構さ夢、うん、2回くらい夢で見たの俺、あの本田翼さんが普通にサーブなんか返してめっちゃ喜んでたじゃん、喜んでて、それはまあ それまで那須川天心さんとか、そう結構もうみんな打ち返せなくてみたいなのが続いて、うん、そう、まあ俺からしたらもう余裕で分かってたわけ、正直、あ那須川天心さん、うん、絶対に取れませんと、もうやっぱ天心さんでも無理、絶対に無理、もうだって違うから使う才能、その筋肉とか、うん、ラケットとか、だって動体視力とかも半端ない、あもう無理無理、動体視力とかのレベルじゃないです、うん、もうサーブを打ち返すっていうのはそう、できるわけないの、うん、だから俺はもう水谷選手の方にかけてたし、うん、そのどっちが勝つでしょうみたいになるじゃない、勝つあれね、そうそう、うん、でもう本田翼さんの時とかはさ、うん、なんかハンデがちょっと大きくなったから、うん、那須川選手の時と比べて、うん、結構さ、うん、その参加してた方が本田翼さんにかけてたんですよね、うん、どっちが勝つでしょうみたいな、本田翼さんが勝つんじゃないかっていう方が優勢だった、うん、そう、正直ちょっと怒ってたんですよ、うん、そんなわけない、あんまり私は怒る人間じゃないですけど、怒り湧いてこないけど、ちょっと非常識じゃねえかと、そう、あの山王の10倍強い中国にね、うん、勝って金メダルになった方がいて、うん、なんでその人100-0じゃないんだと、うん、思って、うん、でいざ始まったら1点取られたじゃん、うん、でも景色がもうさぐにゃぐにゃになっちゃって、うん、自分が信じてたものが信じたものがぐにゃーみたいになっちゃって、うん、っていうのが1回オールスター感謝祭であって、うんうん、でその後の共演だったじゃないですか、うん、だから複雑だってすごい、俺はすごい好きで、うん、だけど、うん、なんであの時本田翼さんに行って取られたんだよっていう、うん、もう絶対に加減 してただろうけど、うん、なんかやっぱり水谷選手もなんか、うん、いやー取られましたねみたいな感じなのよ、うん、はいはい、いやそんなわけないじゃんっていう、うん、そのさあ、うん、いやいやいやっていう、うん、そういう思いを抱えて収録があったわけ、うん、で最初に卓球対決が始まって、うん、水川全然無理だったじゃん、もう俺もう半端じゃなかったですね、うん、わけが分かんなかった、なぜこうなるのかっていう、うん、もう理論が分かんないです、そのもう意味分かんないでしょ、あの回転サーブが来て、うん、なんで俺はこっちに腕を振ってんのにあっちにボールが飛んでいくんだろう、もう そっぽの方行っちゃうじゃん、そうで弾かれた感じでもうバーンっつって、そう球がさ別に重いボールじゃないんだけど本当に重いボールを打ったような感覚になる、うん、そうで次に川島さんがね、はい、やられて、うん、もう川島さんももう全然返せなくて、うん、で最後なんか番組のこう煽りでさ、うん、いよいよ卓球経験あるもぐらとの対決ですみたいな、うん、
であのサーブ権が水谷選手でね、うんはい、水谷選手のサーブを俺が返せるか返せるかどうかでさあっつって、うん、水谷選手がこうサーブをカッて繰り出して、うん、で俺がさ思いっきりバンってスマッシュやったらさ、うん、そのスマッシュ入っちゃって、うん、あのモグラの勝ちみたいな、うん、あったね返したよねで俺よっしゃっつって、うん本当に嬉しかったのは純粋にね世界の方だから世界の水谷から世界の水谷のサーブを返したっていうサーブを返したっで水谷選手もいや今のこれ YC サーブって言って今出したサーブってあのもぐらさんが中学の時にまだなかったサーブなんですよ言ってましたねその新しく生まれたサーブ新しく生まれたサーブだからこれ絶対に取れるわけないと思ったんですけどいやー打たれちゃいましたねみたいな感じでさ、うん、で俺も高揚してたのあんだけどその収録終わって家帰ってからも、うん、なんかずっと気持ちがぐしゃ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 で、うん、そのなんかさ、うん、そんな選手がさ、うん、から1点取られるわけないっていうか、うん、で俺が取れたのもおかしいし、うん、で本田翼さんも1点取ったしみたいなのででも嬉しいけど、うん、いやなんでいやこんななんで水谷選手いや待ってくれよみたいな、うん、いやでもバラエティっていうのも分かるけどいやでも卓球だしさみたいな感じで、うん、もう気持ちの整理がつかなかったわけ、うん、めっちゃ卓球強くなりそうだなお前なんかそれでそんなに心かき乱されるやついや俺マジで卓球好きだったから世界取るやつの心のかき乱され方でツアーとか俺見に行ってたから卓球の、うん、卓球にツアーあんの知ってるツアー卓球のプロが、うん、そのいろんなところに回んのそういうなんか営業みたいなそうそうそう巡業みたいなそう巡業みたいな感じで、うん、その世界のプロが10人とか集まって、うん、それで誰が来んのえ松下とかサイドとかボルトがまあそういう神々の祭典ですよ、うん、でそういうところに行ったりとかしてたのよ、はい、でそれはさ、うん、ねそんな人が俺は1点取れるわけないうわーって何が起きたんだいや今日のはどこなんだいやでも俺1点取れたうわーってなってて、うん、心の収まりがつかなかったのでもこれをなんとか俺納得しないと、うん、そのこのまま寝れないわって時に、うん、誘惑を思い出して、うん、誘惑書誘惑書、うん、誘惑書の中で、うん最強のキャラっていうのかな、うん、ムクロなんですよ、うんね、でもムクロって、はい、最後の魔界統一トーナメントで負けちゃうの、うん、あのユウスケの親父だライゼンの仲間に、うん、負けて、うん、しかも準決勝とかで負けんの、うん、で最強なのに、はい、要は普通に負けちゃって、うん、最強として描かれてたのに、うん、ってことは優勝したそのライゼンの親父の仲間がこれが実は最強だったんだねっていう時に、はいムクロの部下がその話をしてるときに、うん、いやいやみたいなムクロ様はあんなお遊びじゃ力を出せないんですと、うん、本当の要は命のやり取りじゃないと力が出せない、うん、そういうお遊びの作られたトーナメントとかじゃ、うん、あの人が本気出したところでそれはあの人の本気ではないっていう、うん、でそれを聞いて俺気づいたんですよ、うん、水谷選手は、うんムクロなんですでも一気にもう心がスッとなって出ましたどうだった真当たりマスコさんです微笑みの爆弾でいつでも寝れるだろまるを告げて
イナビオリジナルラジオ CM プロジェクト。ラジオネーム魔法の三原色さんの作品です。夢をつかむために成長を、成長するために挑戦を、挑戦したくなるきっかけを、そう、すべてはつながっている。きっかけが夢への架け橋となる。一歩目を踏み出そう。私のナビ、マイナビ。4人の男たちの人生に起こるさまざまな出来事を笑いと涙の物語として描く傑作ミュージカル、パルコ劇場開場50周年記念シリーズ、ミュージカル男たち。作演出岩井秀人、音楽前野健太、出演ゆうすけサンタマリア、藤井隆、吉原光雄、大原桜子、川上由里、橋本聡ほか。TBS ラジオ公演で3月12日からパルコ劇場で上演。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。空気階段の踊り場。改めまして、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。それでは続きまして、こちらのコーナー行きましょう。では続きまして、こちらのコーナー行きましょう。よみがえれ俺たちのエロ本2023。こちらのコーナーですね、まあいつの時代もコンビニの端っこにいた男たちのバイブル、エロ本ですけれども、まあ、私は、まあ、現在もたまに読むんですけどね、はい、最近はまあ読む人がやっぱエロ本ってこと減ってるそうです本当に、うん、はい、でこのままエロ本が消えていかないように、皆さんからですねエロ本の思い出やエロ本への情熱を送っていただくコーナーでございます、はい。で、まあ、先週もですね、はい、あの皆さん の, その思い出のエロ本、うん、実際に処分に困ってるものあったら送ってくださいませんかっていうのをお願いしてたんですけど、はいはいはい、先週までやっぱ一冊もね、うん、届かなかったっていうのがありまして、はい、まあやっぱそれも一応こちらが、まあ、15年以上前のものでみたいなことを言ったんで、うん、まあ、なかなかねすごい貴重なものですから、なかなかやっぱり保管してる人はいないかもしれない。本だったらまだね、うん、あってもやっぱエロ本ってなると結構難しいじゃないですか、うん、なんで届いてなかったんですけれども、ちょっとまあ今週もまだ届いてるかどうかわかんないんで、はい、ちょっと一回見に行ってみようと思います。はい、ちょっと確認してみます、はい、届いてるかな。多分届いてるだろう。今スタジオの外に出て行きましたけど、もう出ていくってことは届いてるだろう。おめっちゃ届いてるじゃん。めっちゃ届いてた。でかい段ボールを。これでもエロ本かどうかも分かんないのよ。エロ本だよ。段ボールが2箱、はい、届きました。あ、まだ開けてないんだ。まだ開いてないです。まだ開いてない、はい。で一応品目、はい、書籍と書いてます。わ、書籍だ。エロ本かどうかまだ分かんないです。多分エロ本だろう。ちょっとこれ興奮しますね。先週までやっぱりね一つもなかったですから、はい、しかも結構大きな、これはちょっと割とエロ本を入れるには大きめの段ボールに、だいぶ頑丈にね、もうガチガチにガムテープで巻かれてる、うん、ちょっと丁寧に開封していきますね、はい、ちょっとハサミをね入れさせてもらって、ハサミ入れる隙間ももうないぐらいに、うん、そうですね、自分で梱包されてらっしゃるから、これはすごい。これちょっとここなんかカッターみたいな風にしない方がいいかなこれね、うん、やっぱこういうのってさ、うん、一歩間違えるとこう本を切っちゃったりするから、うん、はい、丁寧に、丁寧にね、さあガチガチの包装ですけども、はい、よいしょ。しかもこのなぜかこの TBS に、はい、14時から16時の間に届くように、はい、なぜか時間指定をしている。時間指定はしてます。なぜ14時から16時なんだ。なぜ昼間に。
それもやはりカムフラージュですかね。カムフラージュだったら何時でもいいような気もしますけど。ちょっと待ってください。紙入ってます。え、手紙入ってます。手紙入ってます。おっと。ちょっと手紙先に読みますか。読んでください。ね。ラジオネームロマンスカーに乗ったフレンチブル。そんなラジオネームつけんな。私、福岡の片田舎に住むバツ2独身46歳男です。一度目の離婚の直後、自分を慰めるために初めて購入したエロ本です。お供養お願いします。PS、 今ラジオクラウドで踊り場をシャープ1から聞いてますが、もぐらさん、最近の放送とても息苦しそうにお話しされてるのがとてもとても気になります。痩せた方がいいって絶対。体調も大事ですんで、ダイエットしてください。もうだからそうなんだって。もしよろしければ、うちのお菓子スタッフの皆様でお召し上がりくださいってことで。あ、お菓子をね。お菓子も。作られてて。もうこれ食べちゃダメだよ。いや、でもお菓子はいっぱいいただいたんだからさ。これはもう。やっぱ息苦しそうに聞こえるんだ。いや、息苦しそうに聞こえるわけないでしょ、そんな。聞こえるもん、なんか夫婦、めっちゃお菓子入ってる。うわー、お菓子いっぱい入ってる。お菓子が。お菓子がメインぐらいお菓子入れてくださってる。すげえお菓子、なんかこれ何クッキー？これ。多分横文字だけど。バトンフロマージュだって。あ、そう、フロマージュだ、フロマージュ。フロマージュってこれクッキー？これ。あ、サブレ。わからない。何？え？クッキー？きなこもあるよ。きなこのなんだろうこれ。クッキー？きなこのクッキー的なやつかな。あ、マドレーヌとかこのお菓子を。お菓子でいくと。お菓子でいくと？あれ？エロ本見えてきましたねこれ。あれ？お菓子を全部全部取っていくと、あら、あ、エロ本だ。抹茶ケーキ、パウンドケーキ、はい、どかしていくと出てきました、はい、いたまさにエロ本ですね。この脱衣マージャーのゲームみたいなね。ちょっとずつ見えてきました、きました、出た、エロ本です。もう DVD 付きパシャ、ね、うわー、これでもパシャです、ね、いつのだろう、これこの時代は。ちょっと新しい。ちょっとこれ年当てる？当てるか。俺はね、だからね、表紙の女性が、これ俺2000年、2000年だと思うこれ。表紙の女性がね、そのちょっと上の服をパッて脱ぎかけで、うん、ブラジャーの状態で、でメガネをかけた女性が上目遣いでこっちを見ている。うん、はい。パシャパシャっていうタイトルですか？パシャです。2000年です、ね、私は。はい。俺2009年。お、正解は。2011年。おお、今から12年前。12年前、はい、はあ、今から12年前に一度目の離婚をされたんですね。いやー、ちょっとすいません、めくらしていただきますね。うわー、 あテレフォンセックスのこの、うん、ありましたね、この広告ね、ここに電話かけてこれあるあるみたいな、あります。あ、DVD がね、はい、破られてて、あの袋閉じの DVD がもう、でこの袋閉じの DVD も開けられてますね、はい、漫画、エロ漫画も、エロ漫画&エロ本って、エロだからこれもう総合ですね、これはもう普通にヌード写真もあって、エロ漫画あって、はい、DVD ついてて、うん、みたいな。あ、いいですねこのね、気になるページありますか、通販の。あ、いいですねこれ、結婚落ちね、結婚落ち、うん、漫画のエロ本のさ、やっぱこの結婚落ちいいのよ、やっぱ。どういうこと、結婚落ちって。いや、だからいろんな落ちがあるんだ、やっぱエロ本って落ち大事だから俺の中で、うん、そのやっぱり結婚落ちとか最後になってくれるともう思う存分こうしこれるというか、うん、そういうなんかこう平和なね、うん、落ちが私好きなんで。エロ本でどうその結婚落ちまで行くの？え？エロ本、エロ漫画でどう結婚落ちまで行くの？いや、だからなんかいろんななんかハプニング、その転んで服見えちゃって浴場してやっちゃったとかそういうのがあるけど、実はなんか昔から好きだったんだよねみたいな、いや、そういう実は両思いでしたみたいなのがあるのよ。そんな知らねえんだよ、私の浜宿りみたいな、なんだよエロ浜宿りみたいなとこから結婚するの。うわ、懐かしい、女優さんがほらほら、朝倉優さんだもん。うわ、懐かしい、青春ですね、やっぱ卒アル見てるみたいね、なんか ね、 ね、卒アルで、はい、この一冊だけじゃないですよ、
見てください、はい、あめっちゃあるもしかしてめっちゃあるな、ね、一冊丸ごとプレステージ、はい、すげえこんなプレステージ特集のエロ本ですね、どうぞあの読んでください方これ、はいはい、あこれもえ誰だっけこの人女性決定版 WX、はい、いいですねこのなんかゴシップ芸能ゴシップもあるエロ本みたいな、はいはいはい、なるほどね。あと愛してあげるデラックス4冊目ね。アテネより熱い童貞狩りサバイバルってことすごいね、うん、なんかプロ野球選手名鑑ぐらいごついじゃんそれ。ちょうどこれアテネオリンピックの頃だったんですかね。2004年だからそうだね、アテネより熱い童貞狩りサバイバル、サバイバルね。あーこの特集いいですね。ほらもう可愛い女の子の横に、はい、目線入った童貞の方がこう、はい、いらっしゃいまして、これをエロ本でどうやって表現するの、ページをめくる、ああいいみたいほら、はい、ページめくるとこの童貞の方が、はいはい、このモデルさんにね、はい、肉まんをこれ食べさせてもらってるんですかね。肉まん食べさせてもらってますね、目線入りで。さあこれ食べて温まって、はい、あこの肉まんを食べさせてたね、はい、さあこれ食べて温まってカホのピーみたいな角煮まんだよってことで、はい、これはすごいですねこれ。こういうね、だからエロとでね、デートをこうやってこう融合させんのよ。どういうさ構成なのエロ本って。俺ちゃんとしっかり読んだことがないんだけど、うんうん、それ要はストーリー仕立てになってるってことでしょ。そうですよ、すぐにもう。なんでさ俺写真の感じだったら、うんうん、もうなんか肉まん食べさせてる写真の横でも、うん、もうその隣の写真は好意に至ってるんだけど、どういう流れを踏んでそうなるの。いやそれはもう文字で書いてあるから、結構この肉まんのもうつか肉まんのページの下でもう絡み始まってんのよ、はい、でもこの肉まんのところで文字が結構書いてて、要はなんかもうな長崎らしいんだけどこれ、うん、長崎は大雪だった、交通網も大混乱、うん、幸いスタッフとカホちゃんは無事到着したが、うん、読者のよっちゃんは車だったので、うん、もろに渋滞にはまっちまったとか、まあまあいろいろ書いてあるのこの情報が。ここの情報量がすごい、読者のよっちゃんだったのがその読者のよっちゃんでももうすごい、もう次のページではもう絡みが始まっちゃってましてね、うん、じゃあそう、あ最後でもやっぱりなんか爽やかに締めてる感じですかね。一応この出張報告で、うん、この出張今回企画をした長崎の最後の報告としては、はい、まあ、長崎は雪だったらしくて、うん、だから、ね、外は雪だから水族館にペンギン見に行こうってことで。なんだそれ。なんだその締め方。なんで散々童貞狩りした後外は雪だからペンギン見に行こうになるんだよ。あ見てください、運命の出会い編、うん、童貞野郎に捧げる恋愛シミュレーション、うん、運命の出会い、うん、上京したての純情娘と歩道橋の上で運命の出会い、うん、OL の靴を拾って週末デートゲットって、うん、そんなことあんのかよ。あ足くじいたみたい、会社に戻れるかしらっつって、そこをこの歩道橋で童貞がね、うん、ハイヒール履いてて、うん、でこんな恥ずかしい瞬間に手を差し伸べてくれた優しい人、うん、女心がくすぐられちゃうってことで、うん、その転んだ女の子に靴を渡した、うん、ね、童貞に対してこういう恋心を、なるほどね、うん、でその次がもうすぐ、うん、助かりましたと、靴拾ってもらったら、ね、うん、はい、助かりました、うん、今週の土曜日空いてますかって段階踏めよなおかしいんだよ文脈が。助かりました、今週の土曜日空いてますかね。今回参加してくれた方はもうちょっとちゃんと会話のラリーをしてから誘った方がいいって、22歳の、うん、会社員の方、うん、秋あかねくんっていう方が、うん、今回その童貞として参加してくださってます、はい、一応簡単なプロフィール載ってまして、うん、中学の時好きだった女の子の椅子を引いて転ばせて以来、うん、嫌われて女の子を苦手としていますって秋茜君。そうですね、でも高校も理系で全く女っ気なしの童貞ということで、はい、いやでね、なんかもう土曜日のデートが始まってるんですこのページで、うん、でもうちょっとなんか絡みが始まっちゃって、うん、いきなり野外のプレイ、ね、なんでそうなるんだよ。始まっちゃってます、歩道橋で足くじいた女性助けてそうなるの。いやこれはね、締めは書いてないの。
これの締め、この秋葉原編の締めはですね、あ、一応これなんですかね、締め、多分これが締めだと思うんですけど、はい、童貞にしてデカチン、このデカさは経験数とは無関係なので、こんなこともあるのだって書いてます。打って変わりすぎだろ。こんな感じのが5冊入ってる。いやー、そして、この5冊は、うん、これ1箱に5冊ですから、はいはい、もう1箱ありますから。同じ方ですか？いや、別の方なんです。別の方？ちょっとこれ、あの5冊ね、はい、こちら、手紙とともに戻させていただきまして、はい、ね。で、もう1箱いきましょうか。すごいですね。これ、ちなみにエロ本で送れるんですね。さあ。開けさせ、あれ手紙入ってる。お手紙だ。お手紙入ってます。しかもなんかちゃんと便箋に、ね、本当だ、封筒に入れてある。 TBS ラジオ空気階段の踊り場一同様へ、はい、ラジオネーム、うん、ヘロパーヘロパーさんからです。読ませていただきます。背景ヘロパーすぎるって。もぐら様、水川かたまり様、スタッフ一郎様、いつも放送を楽しみにします。この度はエロ本を募集しているとのことで、私が所有しているエロ本を送らせていただきました。10年以上のものとのことでしたが、確認したところ20年以上前のものでしたので、安心した次第であります。私は昭和62年生まれのもぐらさんと同級生であります。同級生。過ごした場所は違いますが、はい、同じ時代にエロに触れ、エロと接する手段は大きく違わないのではと感じます、うん、エロ本との出会いは中学時代で、部活の先輩から未成年でも買える本屋の情報を2000円で買ったことから始まったのを思い出しました。情報を2000円で買ったの？中学生で。そうです、未成年で買える本屋があるぞっていう情報を2000円で買った。それから何冊か買いましたが、実質を探すとたった数冊に減っていました、うん、というか、朝の紐で10冊ほど縛られ、うん、部屋の隅に置かれていました、うん、あ、じゃあまとめられてたんだね、 ね、今では実家を出て家族を持つまでに成長しましたが、うん、きっと親がまとめていたのでしょう。35歳になっても親にエロ本を見つけられるのは恥ずかしさ、気まずさ、ちょっとした怒りに似た感情が生まれ、まだこんな感情が残っていたのかと不思議な感覚に陥りました。昨今ではエロはスマホですぐに触れられる環境にあり、便利なゆえの寂しさを感じます。エロ、ホップ、ステップ、ジャンプは本、DVD、実践といった流れが性の成長に一番いいと個人的に思うのですが、今時の青少年はホップ過去エロ本を抜かしてしまっていると思います。エロ本はおっぱいはどれだけ柔らかいのだろう、セックス気持ちよさそう、どんな香りがするのだろうと様々な想像を駆り立たせてくれます。エロ本を手に取る機会は減ってしまいましたが、エロ本は性の興味の入り口であり続けてほしいと思います。敬語ってことで、うん、敬語すんな、敬語すんな、敬語もしていただきました。そんな内容で、というわけで、中身の方を見ていきますか。はい、ね、もぐらと同い年の方。そうです、35、今年36歳ですね。年男だ。さあ、あ、なんだろうか、紙袋にギチギチですよこれ、はい、ちょっともう段ボールギチギチに入っちゃって、あれこれ取れんの、これちょっとこれ段ボールを押さえてください。よいしょ。すっぱり入ってました。はい。はい。さあ。うわー、すごいよこれ。十冊ドンと。うわ、もう裏表紙でフリーってなるね。うわー。何これ。2000、これは20年前、2003年とかそんぐらいの頃。はい。見てこれ。この特集です。はい。暗い爆乳ミサイル。夏のロケットって、ビーチクの色って経験に見ずと関係ないんですねって書いてます。
さっきのなんかあれと対になるような大きさってみたいな、こうしてる、こう落ちですね、先ほどのね文とね。いやー、漫画カルビ、漫画ですよ、この漫画なんだ漫画カルビって。漫画カルビです。漫画カルビちょっと気になるね。いやー、あ、これほらあったわ、これ漫画と実写がこの入り混じるこのエロ本。あったわ、これ女の子が漫画のに登場するんだけど、女の子は実写版の写真で、あとの風景とか相手は漫画っていう。 あったわこれ。そう、ある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 ですよ、この手法は。これか、編み出した人マジ天才だと思うけどね。ねえ、いい、この子供なんていうの、休憩タイムに読むこのエロ4コマみたいなのもちゃんとある。エロギャグ4コマ、ちょっと読んでみて、4コマ漫画。例えばですね、ワンパクっていうタイトルで、うん、1コマ目がね、うん、男の人が女の人に息子さんの写真を見せてて、うん、息子なんだーって、かわいいーって、なんかもう読めそうだなって。で2コマ目がですね、その男の人がわんぱくで困るよーと、うん、男の子は元気が一番よーと、ね、うんうん、で3コマ目がそのさっき話した男の人と女の人は、うん、まあ行為をしてるコマですね。でオチなんですけども、うん、何だと思いますか。オチはこっちの息子も元気ねー。素人ですね、お素人、これはもうプロですから、こっちは、はい、やはり4コマのプロ。4コマ目、こっちの息子はタンパクね。元気がなくてすみません。空気階段の踊り場。 TBS アナウンサーの日比真央子です。地球温暖化や気候変動を抑えるためには、社会全体が協力して脱炭素を実現していかなければなりません。 TBS では2023年度に放送センターなど主な施設のカーボンニュートラルを達成します。さらに水素で動く世界初の中継車、地球を笑顔にする車を導入するなど、 CO2 排出の削減に取り組んでいきます。また SDGs キャンペーン、地球を笑顔にするウィークなどを通じて、貧困や教育、ジェンダーといったさまざまな社会課題について発信すると、その解決を若者たちのタッグを組んで目指すコミュニティ、地球を笑顔にするアクションも動き出しています。 SDGs は誰一人取り残さず安心に こちらの企画なんですけれども、来週もお送りしますので、まだまだエロ本の方を募集しております。一応2月24日金曜日必着でお願いいたします。いいですね、やっぱこうめくっていくと、その当時の記憶とか本当に一番鮮明に蘇るのがこのエロ本ですね。そうですか、うん、あ、そうですか、そう行った後みたいなリアクションしてない。なんだよ、言ってないですよ、この CM 中に言ってない、言っただろ、言ってないですよ、おかしいでしょ、やって今のこうやって企画してやってんのにさ、あ、そうっすか、そうっすか、一人だけ言ってんだよ。あとメールもたくさん届いてるので、ちょっと紹介させていただこうと思います。ラジオネーム、チャーリー・シンタカ。私は今年26歳になりますが、小学生だった前はまだ空き地の片隅なのにエロ本が落ちており、私が初めて見たポルノもエロ本でした。中学生になってからはインターネットを覚え、
エロ本がコンビニから消えた現在を考えると、路上エロ本絶滅の過渡期を小学生の私は生きていなかったと思います。私は一人で作った秘密基地にエロ本を集めてはエロ本鑑賞会を楽しんでいました。まだフラニーのやり方も分かっていなかったので読むだけでしたが、誰かに見つかるかもしれない、いけないものを読んでいるという興奮に私はやめつきになっていました。友達とエロ本をかき集めて回し読みをしたりもしました。ただし友達と見るエロ本は少し毛色が違います。男性の皆さんなら共感してくれると思いますが、小学生にとってスケベのレッテルを貼られることは耐え難いもの。銀立ちで股間がパンパンになっているにもかかわらず、わっこの尻きめえな、何がいいのか分かんねえわなどと、昔仕方なくエロ本を笑い物として見ていますよという、今思えばかなり滑稽なスタンスを誰も知らないで滑稽なスタンスだ。ある日私を含めた4人の友達と空き地で鬼ごっこをしていたところ、隅っこのジメジメしたところに初めて見るエロ本がありました。みんな口々にエロ本だー、ちっちゃねーなど騒ぎ散らかしていましたが、私はこのエロ本が欲しくてたまりません。ただしエロ本を欲しがっている素振りだったり持ち帰っているところを見られては、次の日から学校でバカにされることが確定するため、全員が解散してから15分ほど待って取りに行くことに。じゃあなーと全員がちりぢりに帰るのを確認し、心臓をバクバク鳴らしながら走って空き地に戻ってみると、息を切らした友達が全員集合していました。あの日から私たちはお互いの性に少し寛容的になりました。湿ってボロボロのエロ本を巡った攻防に命を懸けていたあの頃、インターネットが普及しエロに簡単にアクセスできてしまう現在では、二度と経験できない最後のエロ本ネイティブとしての刹那的な興奮を一生忘れないでしょう。いやー確かにね、一人でだからこうなんかパソコンの前でこうエロを今こうみんな着々と育ててる時代だと思うんですけど、はい、この時はやっぱりみんなでそのエロ本を囲んだりとか、うん、こうエロ本とバッティングした、偶然ね同級生とエロ本とバッティングしちゃうみたいな、うん、そういうところで、だお前も本当はエロいのかよみたいな、うん、実は俺エロいんだよねみたいなところで育んでいったってことなんですよね、はいはい、続きまして、空気階段様、踊り場スタッフ様、はい、お世話になっております、うん、ラジオネーム DT ハンチングですと。あ、DT ハンチングさんだ。工具維新でね、はい、僕のインパクトを制作してくださった、はい、そして我々の単独ライブでも、いろいろ衣装を制作していただきます。特殊な衣装を制作してくださって、はい、DT ハンチングさんです。 DT ハンチングさんだ。エロ本のコーナーができたということで私の小道具の仕事デビューは、はい、SM のエロ本でした。あ、そうなんだ。まだ今の仕事を始めて 1,2 年の頃、金箔もののセクシービデオの小道具兼 AD として働いておりました。日夜低層帯やボールギャグなどの SM グッズを開発していたある日そうなんだ、金箔師の監督が金箔と触手の両軸ものを撮りたいと言い出し、うん、SM のエロ本で先行してメイキングが出ることになり、うん、私の諸著作はSM スナイパーに乗りました、その後も同じ雑誌で一般から応募してきた MO さんを撮影に呼ぶ企画で、 MO さんの乳首ピアスの穴に山嵐の針を刺したら抜けなくなった血だらけになったにもかかわらず、 MO さんの最後の言葉はありがとうございますだったことに感動したり、撮影の打ち上げで女王様たちにパスタを取り分けようとしたらトマトソースが女王様の白いスーツにかかってしまい、てめえと本気のビンタを浴びたから泣きながら電車で六本木から自宅に帰ったみたいなエロ本の思い出があります。そうなんだ。 DT さんってすごいですね。いや SM スナイパーね、アラーキーの写真が載ってるやつですよね。
結構有名な SM 界のあの本ですけども、雑誌、うん、なんかこうかなんていうの、おしゃれっていうか、ね、かっこいい感じの SM をなんかなんていうの、もうただのエロ本っていう感じよりも一個上のそうアート的な感じで、うん、見せてた雑誌ですけど、はいはい、そこでデビューしたんですね。そうなんだ。低層体とかからスタートしてインパクトとかを作る技術を身につけていったってことなんですね。そうですね。はなるほどね。だからやっぱあれすごい複雑だもんね、 SM 道具だ。ムチ1個とかもさ、持つところとムチの部分と、うん、でそのボールキャップとかもすごい複雑じゃん、うん、なんかいろいろこう止めなきゃいけないところとかもあったりとか、うん、まあ、それを細かさみたいなのが今のやっぱり 2.5 次元に生きてるってことなんですよね、うんうん、いやデビューエロ本だったってこと。そして最後ですね、ラジオネーム金玉コレステロール私の父親の職業は医者で、子供の頃あまり構ってくれないながらも忙しく人のために働く父のことを尊敬していました。中学1年生になったある日、そろそろ眠ろうという時間に父の車が発車する音が聞こえました。母に尋ねるとこれから当直とのこと。私は素直にお父さんはやっぱり忙しいんだなぁと思いました。すべてが一変したのは翌日のことでした。母から大事な話があると言われ話を聞くと、実はお父さんが仕事で出かけたんじゃなくて他に好きな人ができて出てったと涙を流しながら言いました。私はあの父がとひどくショックを受け、とても落ち込む日々を送りました。そんなある日、留守番している時ふと父の部屋に入りました。父親の香りがうっすら残るその部屋には大きな本棚がありました。その本棚には鍵のかかった、そしておそらく二度と開くことのない棚がありました。私は無性に開けたくなりましたが、どれだけ探しても鍵は見つかりません。諦められない私はどうにか開けられないか試行錯誤していると、鍵の部分を引っ張りながら横にスライドをさせたら開くということに気がつきました。ついに開けられた。家を出て行った父が常に鍵をかけていた本棚、その中にあったのは大量の裏ビデオと裏本でした。浮気をして出て行った父親の本棚、そこから出てきた大量の裏ビデオと裏本。私は父親を許せなくなりました。とかよりもまず宝の山に触れましたゴールドロジャーが言い残した、この世のすべてをそこに置いてきたというワンピース、それは私の家の父の部屋にありました。かの有名な洗濯屋ケンちゃんもそこにあったことを覚えています。しかし初めて見る女性器に衝撃を覚えるも、中学1年生に洗濯屋ケンちゃんやヨーポルノや裏本は違いました。ただただ怖かったです。あれは一周した大人が見るもんでしたあれから25年経ち、私は38歳になり医療従事者として働いています。そして一周した大人になったので、当時好みじゃなかった綺麗なだけじゃないタイプのエロ動画を見て毎日ガシガシにしこってましたなんだかんだ好みや性癖も父親と似てきているんだなと、親子のつながりを感じずにはいられません。これはもうエロ本なしでは語れませんね。このなんて言うんでしょうか、壮絶な話ですけれども、すごい話ですね。でもやっぱりこれを話そうとしたら絶対エロ本の話必要だからね必要でしょ。どうですか。いやそうですね、
医療従事者になったんですね。そうですねとか。いやーそうですねって。もう行っちゃってんだよみたいなリアクション取って。行っちゃってないですよ。すごいですね。でもそれでね、憎んでたお父さんだけど、うん、同じ医療の道に進まれて。そうです。その医療の道に進んだっていうのもそうですしね、うん、そのエロの思考とかも似てるんだっていうのも再確認したっていうことです、うん、エロを通じてそういう親子の絆も見えてくるんだよっていうことです、うん、まあこんな感じでね、あの熱いメールがもうとんでもなく届いてます。ちょっと予想に反してこういう人生模様みたいなのも届いております。最後あの来週もう一度やりますんで、はい、皆様まだまだメールお待ちしてますんでよろしくお願いします。お願いします。なんかずっとぼーっとして行っちゃった。何回行ったの？一回も行ってねえよ。 CM 中しこってないよ。 TBS ラジオ公演木下グループプレゼンツ新作歌舞伎ファイナルファンタジー10、名作ゲームファイナルファンタジー10が歌舞伎化。記念すべき初上演の出演者は尾上菊之助、中村獅童、尾上松也、そして中村金之助、坂東彌十郎、中村歌六など豪華歌舞伎俳優が大集結。日本が生み出す究極のファンタジーがここに開幕。3月4日土曜日から IHI ステージアラウンド東京にて上演。ただいまチケット好評販売中。詳細は TBS チケット FF10 歌舞伎で検索。劇場で待ってるっす。 TBS ラジオ905954。毎週金曜夜12時からのマイナビラフターナイトでは今注目の若手芸人を紹介しています。ピカチュウの目覚まし時計がチリリ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 リ東大に行け。マイナビラフターナイトは毎週金曜夜12時から。空気階段の踊り場、お別れのお時間です、はい、来週ですね、うん、我々から大事な大事なお知らせがありますんで、はい、あの絶対に聞いてください。大事な大事なお知らせがあります、うん、お知らせね、ぜひともできたリアタイ推奨かもしれません。そうですね、まあ、大事なお知らせなんで、大事な悲しくないお知らせがありますので、はい、ぜひとも皆さん聞いてください。そうそう、悲しい報告ではない、お知らせなんでね、はい、お知らせなんで、ご報告ではないです、お知らせです。来週お楽しみにお待ちください、はい、僕らすべてのメールの宛先は、全部小文字で踊り場 @tbs.co.jp 踊り場 @tbs.co.jp 踊り場のりは RI です。TBS ラジオでお聞きの方はこの後1時から月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力です。ここまでのお相手は空気階段の水川。